自民党の小渕優子選対委員長は12日、衆院東京中国補欠選挙、16日告示、28日投開票に無所属で出馬する予定の音武博忠氏について、本人から要請がないことなどを理由に推薦を見送るとのコメントを発表した。選挙区内の党支部から推薦しないよう要望が出ていることも考慮したと説明した。一方で、 東京都の小池百合子知事が特別顧問を務める地域政党が設立したファーストの会は12日、乙武氏の推薦を決めたと発表した乙武氏は小池氏から打診され出馬を決めたといい3月28日付でファーストの会の副代表になっている以下はネットユーザーの反応をまとめたものです東京10国の情勢は複雑なものになっています 当初自民党、茂木幹事長からも、乙武氏の推薦について肯定的な発言がありましたが、その後乙武氏側からも推薦依頼に対して否定的なコメントがあり、結果的には見送りとなったようです。当初から自民党推薦がむしろマイナスになるとの声もあり、推薦見送りによって無党派や野党系の非自民票が、 一条乙武氏に流れることもあるでしょう。他方で、当然自民党支持層の票は減るわけで、差し引きの収支は難しいところがあります。また、推薦見送りによって、国政選挙で比例で自民党に投票してきた7から8万の自民党票と3万の公明党票がどこに流れるかもポイントです。乱立状況だけに、 足し算引き算が難しい選挙と言えますいずれにしても自民党にとっては補選の不先輩が2つとなったわけで残る島根一区は絶対に落とせない選挙となり注力することになるでしょう乙武氏の落勝の観測もあった中で自民党が推薦を見送ったということは大きな影響を与える。 乙武氏はかつて自民党の公認で出馬することも取り沙汰されたことがありそうした意味では実質自民党の候補として有権者には見なされていたところもあるところが実質自民党では無党派層の票を獲得できないそこでこの乙武氏の推薦見送りは無党派層の取り込みのための一つの方策という考えもあるがやはり自民票の組織票はこれでは 音武氏には流れない都民・ファ票と自民民でで勝利する目算がこれで崩れ崩た都民ファもどれほど本気で戦うことができるか公明票もこれでは音竹氏には乗らないだろういずれにしてもスキャンダルもありもともと女性票を多く獲得することが予想されていた女性候補にさらに有利な状況に傾いたといえる可能性がある 音武氏の次の一手はどう出るだろうか献身的な奥様を何度も裏切るような人が国民のために働くなんてとても考えられませんやはり国会議員の地位や報酬はそれだけ魅力的なんでしょうね真に国民のためを考えてくれる人が現れてくれることを祈ります選挙区内の党支部から推薦しないよう要望が 出ていることも考慮したと説明した。一方で、東京都の小池百合子知事が特別顧問を務める、地域政党が設立した、ファーストの会は12日、乙武氏の推薦を決めたと発表した。乙武氏は、小池氏から打診され出馬を決めたといい、3月28日付で、ファーストの会の副代表になっている。証言したのは、 小池知事が率いる都民ファーストの会、都派の元事務総長の小島と郎氏。2016年に小池知事が知事に初当選した際。都の特別顧問に就任した。環境省の元官僚で大臣だった小池知事と共にクールビズを推進。小池側近と呼ばれた人物だ。なぜ裏切ったのかな文芸春秋法で乙武さんも爆破な感じですね。 ファーストの会の副代表ならここは推薦ではなく、公認だろう。自民、公明に見捨てられた今、まだ国民民主の推薦をもらいたいのか知らないが、どこまでもせこい連中だな。こういう言葉遊びをする、小池ファーストの会の連中は、絶対に落とさなきゃいけない。国民民主もここで推薦出すようなら、おしまいだと思うので、毅然とした態度で臨んで、いただきたい。 推薦をを取りやめたことはは賢明なな措置でですすが独自候補を立てられないのは残念ですどうせ負けることは予想できたとしても熱烈な自由民主党支持者の負託に応える責務さえ放棄してしまうとは情けない限りです知名度はなくても清廉潔白な候補者を立てるのが当然だと思いますがそれさえできない組織は腐りきっていると言わざるをえない 無所属でやるって言ってたと思ったら、やっぱり推薦されるんかよ。ブレブレだな。これから小池氏の学歴詐称の件がより周知されるとなると、乙武氏には足かせにしかならない気がするんだけど、一貫して無所属を貫いた方がまだ良かったのでは無所属と言いながら、小池と一緒に写ったポスターを掲げてたらあかんよね。 その時点で会うと投票しようとは思わないよ江東区の有権者がどう判断されるかですが江東区の有権者の見識も問われますよね不祥事の議員辞職による選挙で既に不祥事履歴のある人への推薦は今の自民にはありえないだろうだが乙武氏が都民ファーストの会から公認でなく推薦を選んでいるのは 他党からの推薦も得ることができるという思惑があったからなんだと思うどちらにせよ八人もの候補がそれぞれ総力戦で挑んでくる戦いだ当格は困難になるのではと思う衆院補選三選挙その一つをすでに自民は諦めている今この選挙区ではどうしても勝たなければならないはずだから自民の動向が注目されるところだそもそも 名が売れているから注目度は高いけど彼の政治的信念を全く感じられないしそもそも政治家に向いているのかが疑問だ無所属ながらに都民ファーストと離れられない未練が見え見えでとても怪しい雰囲気を感じるもちろん彼をどう捉えるかは人それぞれだし東京中国が決めることだがどうかこの人が有名だからという人気票だけはやめてほしい今まで ガーシーなど人気票の産物が生まれ、そのによって国会は振り回されたのだから、人気票だけはないように願う立候補するのは全然構わないのだけども、まあ勝手に頑張ってください、勝手な意見ですけども投票する方々は自分のしっかりした考えを持ってて、よく考えた上で、誰に投票するか考えると思いますけどもね。 前回に限らず、変わった方々を当選させて、選挙で選ぶ方には敏感になってる国民も多いと思うけどね。今は、ファーストの会の副代表なんですか、汗。過去に口にするのもはばかれるえげつない女性問題を、起こした人間を副代表にする、小池都知事の神経がわかりません、汗、汗、汗。 自民が推薦見送ったのも、これが問題なのではないでしょうか。副代表じゃなかったら、推薦してたかもですね。しかし、小池さん、あなた、女性の的みたいな人をよく副代表になんて。小池さんの自宅近くに住んでるので、直接話しに行こうかしら。会えなくてもお手伝いさんに伝えることはできるし。いやあ、しかし、 小池さん、これはいけませんよ、本当に。